セントローレンス湾方面作戦は、フレンチ・インディアン戦争中の軍事作戦である。この作戦は、イギリス軍による、現在のニューブランズウィック、そしてセントローレンス湾沿岸のガスペー半島にある、アカディア人集落への奇襲作戦だった。海軍と陸軍の指揮官は、それぞれサー・チャールズ・ハーディと巡将のジェームズ・ウルフであった。1758年のルイブルの戦いの 両指揮官は、9隻の軍艦に分譲した1500人の部隊を率いて、ガスペンに向かい、9月5日に上陸した。そこから9月12日に、ミラミチワン、9月13日に、ケベック州、グランドリビエールとパボス、9月14日に、ケベック州モンルイにそれぞれ文献隊を送り込んだ。その後何週間かで、ハーディは4隻のスループ艦、またはスクーナーを率いて、 約200の漁船を壊し、200人ばかりを捕虜にした。シャルル・デシャンド・ボワシェール・エド・ラフェト1710年の、ポートロ・ロアイアル・包囲戦の後、45年間以上に、渡り、一部のアカディア人は、イギリス国王への忠誠のための正門への署名を、拒み、民兵として、対イギリス軍事作戦に参加したり、フランスの取り出である、ルイブールやボーセジュールに補給を続けたりしていた。 フレンチ・インディアン戦争中、イギリス軍は、アカディアの見せかけの武装勢力を打ち砕き、アカディア人を追放することで、ルイブールへの補給線を立つように努めた。ジェームズ・ウルフ1755年に、ファンディワン方面作戦が追放の第一波として起こった。この追放の真中、セント・ジョン・カワー渓谷は、イギリス軍に対する、アカディア人とアルゴンキン所属の連合軍の拠点と、 化した民兵の士官であるシャルルデシャンド・ボワシェベール・エド・ラフェトは大勢のアカディア人をミラミチへと避難させた。1756年の夏に最初の集団が到着した。1757年から1758年まで、ミラミチは、ノバスコシアのイギリス軍への対抗勢力遠征、そして、ルイブールのフランス軍への支援や、 ルイブールへの物資補給の拠点となっていた。ミラミチでアカディア人たちが最も早く移住した地域は現在ウィルソンズポイントとして知られる場所一帯である。ルイブールの戦いの後、アカディア人追放の第二波が始まった。セントジョン川方面作戦とプティクーディアク川方面作戦にロバート・モンクトンが派遣され、 セントローレンス方面湾作戦にはウルフが派遣された。この作戦では、イギリス軍は、ケベックの包囲を想定しており、それに邪魔が入らぬよう、ガスペ湾から、すべての物資補給船を駆逐したがっていた。イギリス軍対ハーベー・スミスが描いた、ガスペ湾攻撃。スミスは、戦争画家でもあり、この作品を、はじめ多くのルイブールやケベック攻略の、関連作品が、 後に、同伴画として出版された。1758年9月5日に、ルイブールの戦いが終わり、ウルフは、ガスペワンのロイヤル・ウィリアムに到着した。当初は300人いた住民が、この奇襲時には60人しかいなかった。この地の領主は、ピエール・リボルであった。ハービはこの地を占領し、住民は森へと逃げた。この奇襲の報告のまとめによると、 製材所や鍛冶屋の仕事場を含めた15の建物が壊された。60人の住民のうち37人が補修されてイギリスの輸送艦でフランスに戻された。この捕虜となったアカディア人たちの多くはフランスのサンマロの出身であった。その一方で6人が逃亡した。後の約18人は不明である。ジェームズ・マレー。 ミラミチワンキ州ハーベースミス作、ミラミチワンキ州は、現在のニューブランズウィック州、デデュバンへの攻撃で始まった。この集落の約40人のアカディア人は、ノバスコシア半島へ、ボナバンテュール神父の手引きで逃れ、その後、ジェームズ・マレーは、その後、ミラミチワンから、現在のバーント・チャーチへ兵力を展開した。この地には30世帯が住んでいたが、 マレーの軍が来るまでに村は、無人となっていた。マレー軍は、村人の作物や、家畜やウィグワム、そして石造りの教会を焼いた。バーンとチャーチの名はこのことにちなむものである。マレーは、ボア・シェベールの難民キャンプ、キャンド・レスパスへ向かおうとしたが、船が大きすぎて川を遡れなかった。ここのアカディア人たちは、サンジャン島方面作戦で逃げてきた者たちだった。 マレーは9月24日にルイブールに戻った。9月13日、大尉のパウルス・アービングが、軍艦ケニントンが護送する複数の招待とともに、ケベック州のグランドリビに派遣された。ここの責任者は、ド・ベルフィーユで、建物が60と、漁船が80あった。アービングの軍が到着した時には、住人はすでに逃げており、すべての建物と漁船が焼かれた。 ある家族と他に5人が捕虜にされた。グランドリビからサンリーグ西にパボスという漁村があった。アービングの軍が着いた時、村人は森に逃げた。領主であるベルフィーユの屋敷はパボス側の小島に建てられていた。アービングは27の家屋と17の建物を15の大型船と共に空き払い、全てを失った村人を残して立ち去った。 9月14日、ウルフは、ガスペワンから、少佐のジョン・ドーリングに130マイルの道を、セントローレンス湾に沿って進軍させた。丸11日間の進軍の後、ドーリングは23日になって、ケベック州の門類に到着した。ここの領主は、ミシェル・マイエだった。進軍中に4人を補修し、門類についてからは16の建物と5隻の漁船を焼いた。また、 かろうじて、前へとその妻、そして22人の男と4人の女、14人の子供を捕らえた。中央の入江が、シャリュール湾右手に広がるのが、セントローレンス湾集落が壊されたことで、漁業にも大規模な影響が出た。ケベックへの供給も絶たれ、その年は、食糧難に見舞われた。アカディア人たちもまた、かろうじシャリュール1沿岸にあスティグルッシュ川の流域に、 移住を続けていた。レスティグーシュ側には、ボアシェベールの難民キャンプをプチロシェルに設けていた。ウルフがここの任務を終えた後も、1760年のレスティグーシュの戦いにより、ボアシェベールのキャンプにいた数百人のアカディア人が捕虜となった。この時、タイイ・ロデリック・マッケンジーの軍が330人のアカディア人を補修したと言われる。ありがとうございます。